CDC、COVID-19 のエアロゾル感染を撤回。先日、アメリカの疾病対策センター CDC が COVID-19 がエアロゾル感染する可能性があると発表しておりましたが、こちら、草案を誤って掲載したとして、このように撤回されました。このエアロゾル感染するかもしれないという誤った発表を受け、マスコミが空気感染するとさらにデマを垂れ流しておりましたが、 本日もブルームバーグがこういったデマを垂れ流しておりますけども、エアロゾル感染は要するに飛沫感染でございますので、空気感染ではございません。このチャンネルにおいて飛沫感染と空気感染の違いは何度もご紹介しているはずでございますが、飛沫感染は水分を含んだ唾などが空気中を短時間浮遊して、 それを吸い込むことによって感染するものであり空気感染飛沫核感染はそういった飛沫から水分が蒸発した後も病原体が感染力を持ち飛沫核を他人が吸い込むことによって感染するものでございますのでエアロゾル感染であってもエアロゾルには水分が含まれており 飛沫核感染、空気感染とは違いですね、飛沫感染の一種でございます。今後もこういったデマが繰り返し垂れ流されるものと思われますので、皆様、騙されないように十分注意していただくよう、お願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました